はい、どうもこんにちは、松井くん。ああ、松井です。さあ、簡単にレンガいきます。まあ、毎回説明しますが、まあ、簡単に言うと、松井くんしかいないヒップホップですね。こう、冷たい空気の中でね、暴力を使わずに、こう、寒い笑顔だけがね、並ぶというね、はい、失敗したら、みたいな感じでね、はい、冷たくこう、出世競争が決まるっていうね、はい、悲しいレンガですが、はい。そう考えるとヒップホップいいですね。まあ喧嘩になるぐらいなんでね、そんなね、もう寒い空気で首決まるとかもうシャレにならないですからね。はい、ということでいきますが、こちらということになるわけなんですけど、大安新式ということですね。はい、大安新式で、そもそもこれなんで大安新式っていうのを作ったかってことなんですけど、実は私もそうなんですけど、ラッパーの世界とかヒップホップの世界とかブレイクダンスの世界ってね、いろいろあるんですけど、そのまあ、2人がやってますやんっていう話になる。なんかすげえなと思うんですけど、そもそも新規で何かそれを見ようって思った場合って、いや、でどういうルールなんていうの分からへんでしょ。例えばサッカー全く知らない人たちというか、サッカー見てもうんみたいな、でオフサイドとかピピーとかなんですけど、だからどういうルールなんみたいな感じになるんですけど、こういう感じになるんで、まあ、分かんないので、まあ、とにかくルールっていうのを、いや、こういうふうにやるんだよっていうのを、まあ、作ったっていうのが、まあ、二条吉本がやったということですね。はい、大安新式の、まあ、レンガの規則書ですね。こういう規則によって成り立っているといいというふうになりますねみたいな感じになるんですね。ポイントが高いですということになっているわけです。これが大安新式、まあ、だからルールブックを作ったということですね。はい、二条吉本が。はい、よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただこの塾の動画見てるんで、ヒップホップ逆に知らん人多いかもしれないですね。